ですけど、どうですか、音は。いや、ニャンニャンでなんかさ、ちょっとエッチだよね、こう言われるけどね、社長、ニャンニャン来たらちょっとエッチですよね。まあ、昭和世代はね、わかりますけどね。え、なんだったっけ、夕焼けニャンニャンだった。まあ、ニャンニャンの話はいいんですけどね。ナビがどうかっていうところで盛り上がりましょう、はい、そっちで盛り上がる必要ないですよね。ナビどうか。波はどうなんすか。はい、どうすか。今日はなんかニャンニャンはできそうですね。あ、でもニャンニャンってめっちゃ遠いだろ、あれ。どうやって歩くの。荷物手伝ってくれ。あの、あれ、降りるのと登るの専用で、すごいよな、バイクあるらしい。あ、そう、はい、ゴージェックみたいな。へぇ。まあちょっとね、そんな感じでバリ2日目。昨日はちょっと波かなり小さな目あったんですけども、まあ2日目はちょっとでも期待してやっていきましょうか。行きたいですね。これがバリのコンビニですね。はい、名前はよくわからんコンビニ。これいっぱいあるやつやん、タイマーみたいな。あ、そうっす。あのカフェもついてる。そうだ、だからコップリンここ選ぶ。はい、いいっす。さすが。ブラックコーヒーノンシュガーワンOK。 そんな怒ったんですか。別に、オッケーとかいらんやろ。違う、怒ったんじゃないの。格好つけた。格好じゃない。怒ってるに見えた。怒るしか見れない、結構ないけど。怒ってるに見えた。はい、どうだっていう感じだった。これバームクーヘン、どら焼き、チョコピーナッツ、日本語で書いてあるよ。はい。じゃあ今日の今の気持ちをインドネシア語でお願いします。しまーい。すげえ。なんかさ、おぉ、シグルト、シグルト、シグルト。社長が、社長が、いやなんか事故、渋滞、事故渋滞発生です。うん、事故したみたいな。結構大変そうだ。これどうなったんだ。あ、無線で言ったんすか。結構なんか警察も出てきて、うん、結構緊急事態になってますね。あ、どれ、事故っとる。あ、事故っとんだ。あ、でもオカマだ。どう、一日にさ、何件ぐらいこういう事故あるんかな。事故あるじゃないみたいですけど。コンペに事故ったことある。ない。ないよ。お客さんの人って事故したことない。まだね。お、すごいな、毎日やってて。まあ、コンペリン安全ですもんね、いつも。安心安全ね。コンペリンも安全ってことや。さあ、というわけで、ニャンニャン到着しました。宿泊しているところから、ね、1時間ぐらいかけてね、来たんですけども、この坂すごくない？すごい。うわ、この景色見てください、皆さん。すごい。半端ないな。下まではさ、荷物持っては歩けないぞ。なんか、このとんでもない15分ぐらい歩く坂、なんかトラッセルズ行くぐらいの坂があるんですけど、この坂を250円でバイクで運んでくれるらしいです。トラッセルズもこんな感じ？いや、坂っていうか、もう距離でしょ。距離えぐいんですけど。お、バイカー。イエーイ、ふぅー、イエーイ。みんないい人っすね。よかった。これ怖いじゃないですか。うわ、綺麗。お、めっちゃ綺麗。うわー、すごっ。この景色やば。半端じゃない。イエーイ。すごいっすね。イエーイ。どうすか、波は。晴れるんだ。あ、結構サーファーおるやん。はい。でもこれさ、下まで死ぬほど遠いっすね。結構遠いっすよ。10分ぐらい。10分どころじゃなくない、これ。この距離、あっこでサーフィンするスポットでね。あれがニャンニャン。でもサーファー20人ぐらいおるやん。うん、沖から、これ引いたら結構帰ってくるの大変そうっすね。はい、だいぶ大変。もうここでやりましょうか。ホップリン、どう今日は。行くぞ、やっちゃうぞ。ナミが社長、やりますか。やりましょう。結構綺麗で良かったですね。良かったですね。はい、天気も良くなって最高です。今の時期は雨が多いですよね。ね、朝もすごい降ってましたからね。夜中もやばかったですよ。どうですか、どう。いや、今日いい。半端ないロケーションやな。いや、これさ、ちっちゃく見えるけど胸ぐらいあるでしょ。あ、これ入ったら結構ありそうだ。あるよ。で、しかもメンツルでめっちゃいいじゃん。やばいな。おお、これオトンウェーブだ。半端ない。ちゃんと撮影します。好きなことがおらんの。いないですね。本当？はい。タイプは？タイプは、正直。正直、スカイブラウンですね。スカイちゃん見てたら一言欲しいの。エア教えてください。デートしてください。バイバイ。
ああいう感じでね、一人250円で下まで乗せてくれる、はい、往復250円。往復250円です。いいっすね。これ歩いて行く人おるの？はい。おるんよ。僕大体歩きっす。マジで？イエーイ。はーい。おー、怖すぎる。ジェットコースターやんこれ。わー、怖っ。ある意味ジェットコースターやって、これは。いやー、めったにないポイントで、バリならではの、海外ならではのポイントで、うわめっちゃいい波やん。やばっ。うわー、頭ぐらいあるやん。いい波で楽しそうです。おー、おー、怖くなかった？はい。どうでした？面白かった？面白かった。ジェットコースターみたいな。ジェットコースター。じゃあ行きますか。楽しいね、これ。いいですね。ジャパニーズ？ジャパニーズ、日本人です。うわー、もう旅行ですか？こっちに住んでます。何年ぐらい？2年半住んでます。うわ、もうじゃあローカル。全然、まだまだ。もう喋りも全然、言葉はできない。どっちができるんですか？英語とインドネシア。英語の方が。インドネシアも若干わかります。ちょっとだけで。バイクで来てるっていうことは、こっち方面に住んでるんですか？住んでます、こっちに。でもどう、他のクタとか、あとサヌール方面も行くんですか？たまに。ウキはムサドワ。はいはい。こんな日本人の方が、こんなことに。やっぱり最高ですか、バリは？バリ最高です。毎日波があるから。もう帰りたくない？帰りたくない。そういう日本人の方かっこいいですね、一人で。ちょっと急にね、カメラ回してありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。じゃあ海でまた話します。はい、海でまた。最後に1個聞きます。2年ぐらいいるともう不安はないですか、こっちに暮らして？ないですね。じゃあ勇気出して来てもいいっていう感じ、日本の方は、はい、なんとかなります。なります、なります。おい、勇気づくことありがとうございます。ああいうね、移住の日本人の方増えてますね。ね、そんでローカルみたいにさ、バイクで乗ってなんかかっこいいよね。昨日もさ、移住半年の方いましたよ。いたね。これから移住するって言ってましたね。そうっすね。ああいう、しかも女子一人で来るって根性いると思うけど、できるんですね。多分波いいよ。いや、いいよ、めっちゃ結構良さそうで。意外にサイズあるよ、これ。これ見てください、僕のニューカイパン。おー、かっこいい。かっこよくね？かっこいい。これね、今の時期なんかコラボでやってて、今の時期もクイックシルバーの店に売ってるんで、ぜひ皆さんチェックお願いします。すごいです。僕もこれね、これなんていう、この金めっちゃ楽だから、ずっと靴履かなくても歩けますね。しかもつま先は安全。そうなんですよ。なんか噂では今イーサン・イーウィンが入ってる。やばくない？おー、はい、自分会ったことないっす。イーサンが久しぶりだもん。はい、突っ込まんか。ただの嘘つきになるじゃん。そういう時突っ込んでくる。本当ですか？こんなところでイーサンとサーフィンできたら最高じゃない？はい、最高っすよ。どう、イーサン取れた？やばい、いや待って。あ、違うか。わ、でもうまいわ、あの人も。やっぱみんな友達と来とんちゃう。わー、やばい人ばっかり。今のもだって余裕で QS 選手でしょ。いやー、夢のセッションの実現になるんじゃないですか。もう海行って横行って、ハロー、Aさんって言ったったらどうですか？いや、結構重要、真剣っす。ちょっと一回陸で一本だけ見て勉強していきます。はい。まあそうしないとまた波悪くなっちゃうとまずいからね。はい、行きます。あ、取った？あれいいか？あれいいか？これ、これ。ダメじゃん。行った？おお、来た！来た！ Aさん。ワンチャン。ワンチャン。あー、すげえ。かっこいい。うわー、おお、ブルーリンパー。そっちでイーサンブルーリンパー。 かっこいい。やった、やった、一本見れたよ。嬉しい。ちょっとカーブさ、写真に切るわ。かっこいい。ちょっと胸にしよう。すげえ。胸じゃなくて、まあ、中堅。あ、イーサンも上がってくる。よかった、ラスイチ。やった、ラスイチ取れた。取れた。かっこいい、マジで勉強。上がってきました。すごいな。こうやってバリはね、CT 選手が簡単にいます。あとケトゥも今入ってて、もうレベル高すぎる感じですね。1本取れたのがね、もう最高です。やっぱ手前がね、リーフでなかなか歩くの大変っぽいですね。歩くポイントがあるみたいでね、ローカルさんに教えてもらうというか、これでカフェやピークはこんな感じですね。やっぱり混雑してます。
ナミトリコップリンおるのかな、そばに。ジナがいてる。もう CT 選手からかつトップ QS 選手もこの中にいますから、ナミトリは過激なんじゃないでしょうか。セット来た時楽しみですね。ここ2セット来たらね、どんな感じでみんながナミ取るか取っていきたいと思いますね。バリはこうやってね、ニャンニャンポイント初めてなんですけど、もうあの海の目の前にだいたいカフェみたいなこういうねワルーンがあって、どこでもこう入って、今日はねビンタンレモン味飲みながらやってますけど、お客さんになればね、あのそれ、あ、行きますよこれ。え、ライト、お、惚れてきたとこ、あんなしっかり入った、いいんじゃないですか今のも。これ波取りに行くとこから取りますね。これレフト取れるか、奥にいるけど、あ、行けたな。ワンターンしっかり入ったぞ。でワンターンが多いな、しっかり入るのは。ちょっと波がね、ブレイクが、あ、カトゥかな、カトゥと喋ってんのかな。カトゥはね、嵐より1個上かな、確か、確かそうだと思いますね。おっと、カフェやとみんな狙って、一番奥は嵐、誰が行くか。嵐行きますよ、ライト方面。フローターから、得意なフローターで抜けて次のセクション入れるか。あー、引っかかったぞ、ちょっと詰まっちゃったな。まあ、2、3年前までね、こうやって人混みで密集しちゃうリーフポイントなんかは全然乗れなかったけど、波取りがね、若干上手くなってきたんじゃないでしょうかね。もうオーストラリアのスナッパーでもすごい激戦の時、まあ、乗ってましたから、その辺は多少ね進歩してんじゃないでしょうか。このオーストラリアバリでね、こういうのも練習っていうことでいいんじゃないでしょうかね。リラックスしながら練習。これカトゥじゃないですか。カトゥっぽい、違うかな。あー、違うのかな。オカヘア、ワンターン、大きいターン、いいんじゃないですか今の。よかったな、カーブして、おっとヒット、もう一発入るか。おー、フィニッシュ。はい、行けるのか、行きましたね。あ、ワンターン前にいるぞ、ツーターン。まあしょうがないですね、こんだけ混んでたらね。でもどうだろう、コロナ前よくここ来た時なんかね、オージーの人とかブラジリアンの人にほとんど前乗りされてね、全然できなかったけど、まだ今はね、どうなのか、年取ってキッズに見えないからか、結構そんなに前乗りとかないですよね。マナーが良くなったのか、コップリンがいるからかなのか分かんないですけど、でも嵐もコップリンいないと乗れないって言ってたので、やっぱりこういう混雑したメジャーポイントはね、ガイドさんと入らないとなかなか、特に一般サーファーの人乗れないんじゃないでしょうかね。僕もスランガンとかね、クタリーフで混雑してると、コップリンがゴーゴーってやってくれるとなかなかね乗れないですからね。はい、行きました、ワンタイヤ。あー、もったいないな、今の決め手欲しかった。ちょっと回転が足りんかったですね。おっと、コップリン漕ぐか。コップリン漕いでる漕いでる、ゴー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 、お、両方に分かれた、ワンターン。あっと、コップリンまだ乗ってた。コップリンの方を追うべきだった。と行きましたよ。ワンタンカーブ入れて。縦のリップバリエーションもう一発入ればね。行きますねこれ。パドルで。あー、セクションないのか。張ってきた。スピード。フローターからつけて。あっとワン。わあ、前が崩れた。あーっと前おる。うわー、行きます。また前におるぞ。さっきからもうずっと前乗り始まりました。あー、上がってきてますね。お疲れ様です。いやー、いい波でしたね。はい、楽しかったです。ワンタンとフッタンと、うん、ほぼワンタンでしたけど、良かったです。どうでしょう。いや、良かったと思う。いい練習になった。あとカトゥーもおったり、QS 選手もたくさんおってレベル高くてね。はい、レベル高かった。はい、それよりコップリン今なんか雪男みたいな髪型になってますけど。マジですか。はい、雪男みたいな感じで。いや、なんかこう握りウェーブで三角並みで、はい、なんかグーフィーもレギュラーもあって、しかもあんまり浅くなかったからいい練習できたのと、なんか昔っていうか
前より自分本数乗れるようになりました。そう、それもね、解説で言ったんですけど、こんだけトップ選手のになかなか乗ってくる。あとグーフィーの方がワンターンでヒットでかいのはグーフィーでしたね。でレギュラーの方がバリエーションあって長いのもありましたし、ちょっとエア決めれるのは残念でしたけど。そう、決めると思ったんだけどね、残念でした。まあでもいい練習になったと思うし、サイヤ乗れた。はい、サイヤ1本ビッグターン取れましたからね。ありがとうございます。あとやっぱりイーサンさんがいたのが素晴らしかったね。そうですね、思い出残るんじゃないですか。はい、話しかけとって、はい、しゃべいい人やった。めちゃくちゃ喋った。はい、名前も覚えてくれました、ね。まあ、そんな感じで、はい、一番組終了で楽しめましたね。はい、行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。カズ来ましたよ。ナミ、ナミ小さい。明日からアップ。明日かな。え、今あれ行ってないんだ。そのやつは行かんかった。朝も元稲見よ。稲見今 CT 目指してね、アジアでトップランカーのね、カズ選手。え、フルネーム。Full name, Ketut, I Ketut Agus Aditya Putra, but just call me Ketut Agus. Good. コップリンのね、そう、コップリン後輩ね。いや、今日はお邪魔してます。ありがとうございます。ありがとう。はい。Thank you. はい、Welcome. なんとまさかの2日連続の同じ場所のランチ来ました。ここめちゃめちゃうまいですね。うまい。でビンタンと最高で、お腹壊さないというね。そう、昨日も大丈夫なの。安牌でか、前半でお腹壊すと撮影できんすから。まあ、大体1人500円ぐらいですね、この一食で。いやー、これ激うまなんですよ。ヤギのね、肉で。さて、どうですか、社長さん。どうした。めっちゃうまい。うまい、最高です。パプリンどう。おい、バブー、ビンビン。この卵は、卵いいね。ピータンだって。え、ピータン。ピータン、何だったっけ。ピータン、アヒル。アヒル、マジ。アヒルの卵らしいよ。ピータンって言ってさ、中華料理は中がひよこになってるやつあるから。怖っ。怖いよ。マジ食べたことあるけど結構怖い。フィリピンのバラコ、フィリピンのウカトル、サブデルの、あれまたやばい。結構やばい、あれは。怖い、あれは。ねえ、赤ちゃんが中にある。僕はこうやってスープにかけて食べてる。そういうね、あのスープにご飯めっちゃ苦手なの。社長もやってますよ。喧嘩売ってます。いや、でもめっちゃうまそう。めっちゃうまそうっすね。うわ、急に変わって嫌いだとか言っちゃう。この後はですね、名古屋に戻ってコメダ行きでも行きます。そうですね、コメダも最高ですよ。はい、安定のコメダ。はい、じゃあいただいていきましょう。食べよう。マカシー。マカシー、たまたま。マカシー。うわ、大雨でちょっと晴れとんのすごくない。スコールだよ、スコール。やばいよ。一気に行きましょう。Hello, my name is Coplin. これどう。イエーイ、コップリン最高だね。最高やね。コップリンリッチなやつ。これワインですよ。最高。うわー、バリいいよね。そんな感じもあるよね。バリめっちゃいいね。これ何、金持ちみたいなやつ。そう、うわうわ、結構深いじゃん。ちょうどいいじゃない、座ってできるから。これどう、こっちは。こっち俺の気持ちで。これよし、ダブル、せーの、はい、せーあ、これ頭からいけるんじゃん。マジでいいっすね、やっぱりいいね。いけるかな、怖いかな。はい、カツオ、最高。たまに社長になるよ、いいなぁ。いいねー。いつも働くしかないけど。行くぞ。おいっす。せーの。おぉ、あ、怖っ。怖っ。怖っ。怖いっすか。怖い。こっから行くのがいける。最高。ちょっと、ちょっと待って。結構、怖いでしょ、これ。行くぞ。はいっす。よーい。よーい。興味入ってないからさ、ここで水泳の練習しとくわ。水泳の練習っすね。始め。パドル。ウレンツアスターのためにちゃん、あ、アスター行くじゃん。考えて。俺が頑張るだ。よし。はぁ、あ
いい運動になる。で、うう、あ、でついでに風呂入る。はい、でビールもあるし。パワードリンク、パワードリンク。パワードリンク。いや、よしお前も着替えてこいよ。え、僕もですか。おでそれ切って。はい。来ましたよ、こちら。やばいっすね、ここ。半端じゃない。めちゃめちゃ、ね、みんな綺麗っていうか、綺麗にした人しかいない。ちょっと海上がり来る場所ではなかったっすね。違う、バリっぽくないね。はい、綺麗で、こんな感じでね。ニューヨークかな、行ったことないから。素晴らしいロケーションで、最高やん、ね、でも勉強ですね。はい、料理もうまそう。いただいてきますか。はい、見てくださいこれ、半端なくない。ステーキ半端ないよ。で、タレも何種類もあってね、なんかスミニャックで一番うまいステーキ屋プラス、まあ、バーっていう感じですよね。女子と来るとこだよ。お金持ちになったら女子連れてきましょう。うますぎるね。思った以上に。でピザとかサラダとかさ、もうこれはね、こういう勉強もどう、まあ、東京にもこういう店はきっとあるんだと思うけど、行ったことないですね。ないよね。社長としかこれっすね。そうだね、ちょっと僕のレベルでは無理だなと。いや、店の雰囲気も良くてね、ちょっと店の名前わからんからさ。え、これだよ。あ、これや、写して。ウルティモ、これウルティモ、ウルティモ、ウルティモってとこっすね。これはすごい。普段ね、ここ屋根ドームで、オープンカーみたいに開くんですよ、はい、今雨降っとるから、はい、フォローがついてんだけど、はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと食べていきましょう。はい、ちょっと全部がうまそうすぎて、はい、やばいっすよ。いただきます。